回転シェルの回転角設定回転シェルにのみ適用される設定の一つとして回転角設定があります角度は断面形状が表示されている位置から開始され回転軸で半時計回りに回転されます180度に値を変更した場合手前の断面形状はそのままでもう一つの断面形状が180度に対応し 半円に変化します当然のことながら 360° 度に値を設定した場合それは完全な円になります。